長崎県交通局長崎県交通局は長崎県で長崎県営交通事業の設置等に関する条例昭和41年12月20日長崎県条例第51号に基づきバス事業を運営している地方公営企業ある通称長崎県営バスおよそ400両の車両を保有するバス事業者公営バスである1934年 昭和9年3月16日、全国初の国立公園である、雲仙国立公園が誕生した際に、旅客輸送の手段として設立された。長崎県の観光振興という設立目的から、公営事業者でありながらも貸し切り、高速バス事業を展開しており、九州内の公営バス事業者では、唯一の九州高速バス予約システム、運営委員会発足当時からの加盟事業者でもある。 都道府県単位で公共交通機関を運営しているのは東京都、東京都交通局と長崎県のみであり、県営としては日本唯一である。地元では単に県営バスとも称され、公式サイトの URL も www.keneibus.jp である。 営業キロ数は 2013.69km で、全国の公営バスの総営業キロ数の2割を占め、第1位である。諫早、大村両営業所の路線バス運行は、子会社の長崎県大バスに委託される。所在地は、廃止時点のもの、長崎市、諫早市、大村市など、長崎県南部一帯に路線を持つ。長崎、諫早から、 長崎空港への空港連絡バスも運行している、工日発足の経緯から、かつては、島原半島でも雲仙、小浜地区を中心に、多くの路線を有していたものの、1990年代以降の乗客減少が著しく、2005年、平成17年11月30日をもって、雲仙島原、大手館が廃止。さらに2007年、 平成19年3月31日をもって、長崎雲仙間、特急を除く島原半島の全16路線が廃止され、島原半島から撤退した。路線の多くは、島原半島一帯で、路線バスを運行する島原鉄道による単独運行となったが、雲仙市内で運行する上竹線と山両線の2路線については、市内のタクシー事業者4社で作る。 運賃市タクシー事業組合が大体運行する。また、同じく運賃市内の二た峠線についても一旦廃止となった後、2007年8月から運賃観光協会が市内タクシー事業者に依頼して二た峠乗り合いタクシーを運行している。主要都市間や観光地には特急、急行バスも運行している。山彦号、長崎佐世保線や有明号、 長崎熊本線など相性を設定した路線も存在した。1980年代後期以降、高速道路の開通に伴い、高速バス路線への移行が進められる一方で、一般道経由の路線は、格下げや減便などで縮小している。1998年、平成10年3月からは、通勤時間帯に高速バス用車両や、 空港リム人用車両の出庫運用を活用して住宅地域市内中心部間で着席、速達輸送を行う通勤シャトルバスを長崎市、八神地区市内中心部間で運行開始した。この手法はその後より長距離の高速道路を経由する区間にも取り入れられ、後日の伊佐派や大村長崎間高速シャトルバスの設定につながることとった。 2011年、平成23年12月3日より、JR 長崎駅と夢サイト、中央橋を循環運行する長崎をお買い物バスを日中に約20分間隔で運行していた。運賃は一乗車150円、小に8 0円。当初は土日祝日のみの運行であったが、2014年4月1日より、ルートを一部変更した上で毎日運行となった。 その後、2015年3月31日に廃止となった。数字にわたる経営改善の取り組みの結果、バス運行コスト自体は、近隣民間バス事業者をも下回るレベルとなっており、運賃の陳率自体は、全国レベルの比較では、低い水準にある。運賃は1キロあたり31円50銭と、全国的に見れば安い部類だが、全国平均は39円台。 県内でも長崎バスに次いで2番目に安く、全国で見ても大手177社中15番目の安さ、競合する長崎バスの 1km あたり24円50銭や路面電車の全区間一律120円の関係で割高感を持たれている。2012年、平成24年11月に長崎バスが東長崎地区に路線を開設してからは特に県庁でや、 このため、2014年4月の消費税率引上げに伴う運賃改定では、東長崎地区では逆に値下げに踏み切ることになった。なお2014、平成26年4月の運賃改定後も一部区間で、長崎バスとの運賃格差を生じたため、2014年5月に一部区間で再値下げされた。2015年、 平成27年10月1日に長崎バスが運賃改定を行うのに伴い、再度運賃改定を実施している。長崎県内の海の運行、島原市からは2005年、平成17年12月1日に、南島原市からは2007年、平成19年4月1日に撤退した。1978年、昭和53年に導入された。 西小江自動車、佐世保市交通局、長崎自動車、島原鉄道の4社共通で使用することができたが、長崎スマートカード導入により廃止。詳細は当該項を参照。基本的に系統番号は採用していないが、長崎市内の循環線に関しては、行き先表示に番号を表示している。これは西山大団地内、 三原団地内の一部の停留所では、運行経路の関係で、右回り循環と左回り循環が同一方向、停留所で客扱いをするため、誤乗防止のために表示している。番号は、奇数が左回り、三つ山口元原長崎駅、中央京三つ、山口、偶数が右回り、三つ山口、中央京長崎駅元原三つ山口となっている。 なお現在は1.24.78.10の番号の便は設定されていない。県営バスの路線がある長崎市東側の地域は地形の関係で主要道路のルートが国道206.20234号線沿いに市街地北方中心部市街地東方に抜ける一帯に固まっている。このため県営バス路線の運行経路もほぼこれに沿って北部及び東部から 中心部に向かい、中心部では、松山町長崎駅前市役所前引く、中央京諏訪神社前のルートまたは、松山町長崎駅前から、大葉と中央京諏訪神社前のルートに、大半の路線が集中する。運行パターンは、北部からの路線は大胸松山町、東部からの路線は大胸諏訪神社前までにそれぞれ、修練して、上記の中心部のルーに入り、中央京または、 長崎駅前に発着あるいは北部と東部を相互に直通という形態がほとんどである。このため循環線のケースを除くと終点と主な経由値の表示で路線は特定でき、同一行先に経由値パターンが複数あるような経路の識別が必要なケースは少ない。市東部への郊外路線は諫早市方面と直通運行するものも多い。諫早市内でも 系統番号は使用していない。ただし、大村地区で、系統番号が使用されている関係で、大村市方面への直通路線は、諫早市内でも、系統番号を表示して運行している。諫早地区の路線は、おおむね諫佐早市中心部から各方面に放射状に、広がる形態で、同一行先に経由地パターンが複数あるケースは、少ない。中心部での主な発着地は、 諫早駅前及び東高生町である。諫早市の中心市街地は諫早駅付近よりも東南よりの地域にあり、このため諫早駅以西からの路線は諫早駅前を経由して東高生町に発着する形態で運行されるものが多い。東高生町にはかつて諫早営業所が所在した。諫早駅と伊北からの路線では諫�早駅前へ発着のほか。 諫早駅前から西諫早ニュータウン内を経由して諫早営業所に発着する運行形態も多い。2015年平成27年4月1日から一部の路線にフリー乗降区間が新設された。郊外路線は地方区部では大村市方面と西部では長崎市方面と直通運行するものも多い。2012年4月1日より 大村市内の路線に、系統番号が設定された。詳しくは、以下の通り。この日より、大村ターミナル及び、大村駅前で別系統へ乗り継ぐと、乗り継ぎ後の運賃が100円割引かれるようになった。2015年、平成27年4月1日から、一部の路線に、フリー乗降区間が新設された。前日の通り、公営バスとしては珍しく、 高速バスや特急バスの運行に積極的に関与している。待機所は本局、長崎営業所、共同運行会社も含む。過去には本州、大阪、京都、広島行きや公便も運行していたが、現在は全て廃止されている。内は共同運行会社。このほか、九州急行バスが運行する九州号の続行便の運行を受託している。 諫早市、大村市の住宅街と長崎市内を、長崎自動車道、長崎、出島道路経由で連絡する路線を運行している。マイカー通勤者の公共交通機関への手にを促進し、長崎市中心部の交通渋滞緩和を図る施策の一環として、2010年4月1日より運行を開始した。JR や既存の路線バスに対し、すべての乗客が、 諫早市内、大村市内と長崎市街道着席で行き来できる点を異性としている。長崎市内、諫早市内、大村市内と長崎空港を結ぶリムジンバスを運行している。長崎市内発着で2系統、諫早市内発着で1系統がある。いずれも予約は不要。長崎市内発着系統は高速道路を経由するため満席の場合は乗車できない。 国土交通省九州運輸局の統計によると、長崎長崎空港路線5系統合系の輸送人員は、2006年度で86万9663人、2007年度で91万8923人で、あり、1日あたり2400人前後の乗車がある。九州の高速バスの路線内での輸送人員順位としては、上位5位、同18年度、 上位4位、同19年度長崎市内長崎空港線、出島道路経由ノンスップ便に位置する。長崎県交通局では、1975年、昭和50年5月の長崎空港開港時から、長崎市内空港間で専用車を使用したリムジンバスを運行している。当時は、長崎自動車道が未開通であり、一般道を経由し、諫早、 大村地区を経て運行する形態だった。その後、1982年、昭和57年11月に、長崎自動車道の一部開通により、ノンストップ便等が道道経由に移行し、後の裏上、昭和町経由系統となった。また、2007年、平成19年3月の島原半島の路線撤退以前は、運前、小浜長崎空港系統も運行していた。 2007年、平成19年4月以降は、以下の3系統、長崎市内発着2系統、諫早、大村市内発着1系統を運行している。なお、長崎市内からの空港リムジンバスは他に、住吉、道のお経由の便が存在するが、こちらは、長崎自動車、長崎バスの単独運行である。また、市内と長崎空港の間では、 県営バスの他に、島原鉄道バスの単独運行による、島原港発着の特急バスも諫早駅前を経由している。この島原港諫早駅長崎空港線については、県営バスの島原半島撤退以前は1990年代後半まで、県営バス担当日もあり、共同運行だった。土曜日、日曜日及び祝日に、 県営バスの有効期限内の通勤定期券、片道、往復及び通勤団体定期券のいずれでも可持者、その配偶者及びその子供は大人100円、小人50円で路線一部例外あり、公術や運賃を問わず県営、県王バスに乗車できる制度だったが2014年9月末で終了した。なお一部例外もあった。2007年 平成19年4月現在で63台の車両を所有しており、県家最大の貸切バス事業者でもある。積極的な営業活動、東京と福岡に案内所があるを行っており、県内だけに限らず、県外にも足を伸ばすことも多く、本州でも見られることがままある。2009年、平成21年2月に、福岡県筑紫野市に、福岡営業所を開設し、 福岡県内の貸し切り事業に参入した。福岡空港や新幹線、博多駅経由で九州入りする、長崎県内向け団体ツアーなどの誘致、集客強を図る目的の施策である。1934年、昭和9年の県営自動車発足時は、18台の絞冷製バスで運行を開始した。百五十三年、昭和十八年には、 九州内の他社に先駆けて、リアエンジン車、三菱不装 R23 型が導入されている。1970年、昭和45年までは、三菱不装、日野、イスズ、日産ディーゼル、ゲンとトラックスの日本の4メーカー全車の車両が導入されていたが、1971年、昭和46年以降は三菱不装、日野のみの導入となっていた。しかし、 日産ディーゼル製は2000年、平成12年から、イスズ製は2001年、平成13年から、再び導入されるようにな。九州の事業者らしく、西日本車体工業、西高ボディを仮装する車両も多いが、2000年、平成12年以降は、日産ディーゼル製のみ、西高ボディで導入している。一方、 富士重工業ボディを仮装する車両は長く在籍していなかったが2009年に富士重工業ボディを仮装する車両が横浜市営バスから移籍してきている詳細は後日。三菱不装製の大型純正車については1971年1972年の貸切車にはクレ葉自動車工業の地震暮れ葉自動車工業三菱自動車バス製造を経て現 三菱不装バス製造製も導入されたが、1973年以降、三菱自動車バス製造に、車体仮想が一本化されるまでは、三菱自動車工業名古屋大江工場製が導入されてきた。コスト削減のため、2009年、平成21年以降は、路線車、貸切車とも、中古車両の導入が増加している。全般的な傾向として、 三菱不装製は、貸切バスや長距離路線バス、空港連絡バスに、日野製は、市内路線用に投入されていたが、1985年、昭和60年以降は三菱不装製の、市内路線用車も見られるようになった。以下、タイプ別に記す。ここで言う、長距離路線用とは、長崎市内長崎空港連絡バスを除く、一般道のみで、都市間を結ぶ路線。 ありあけ号を含むに使用される車両や、高速道路経由で、長崎県内を結ぶ路線に使用される車両のことを、指す。長崎県交通局にも、独自の車両番号が存在する。AQE20、タイは導入の有無負傷。なお、平成21年度以降の製造車両の年式が、元号から西暦に変更されるとともに、一桁目と二桁目の表記が入れ替わった。例 S 令後に西暦2010年に製造された、イスズ製車ャーシ社、J バスの二代目。バスガイドらが古くから歌い続けている、県営バスの愛称化は、走れ青バスである。現在も、貸切や高速バスは、青基調の車体であるが、真っ赤な路線バスのイメージとは違うものとなっている。なお、カラーについては、長崎県交通局サイト内の、70周年記念誌。 サイト掲載の写真を参照されたい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。